のか見えてこなくて焦ってるんだと思う。でもタマル君の意見すごく参考になったよ、ありがとう。年上にも相談してみたら。え？俺らがこれから通る道を通ってきてるんだから参考になると思うけど。年上。好きなことから発想するというのはいい考えだと思いますよ。エチカさん絵がお好きなんですよね。はい。美術系の大学はいかがですか？いやいや無理ですよ。描くの好きですけど得意なわけじゃないんです。それにどっちかっていうと見たりする方が好きっていうか。なるほど。では絵を見たり研究する仕事の方が興味あるってことですかね。例えば学芸員とか。ああなるほど、そういう仕事もありますもんね。学芸員か、そっか。りょうさんは大学どうやって決めたんですか？俺ですか？俺は自分の意見もないくせに親に立てつこうとするんじゃない。俺は親に敷かれたレールをただ辿っただけですよ。え？だから俺の経験は参考にしないでください。ああ、マスタの方が参考になりますよ。あいつ美術系の大学出てますから。今度聞いておきますね。ありがとうございます。今日は遅いのでそろそろ切りますね。あ、はい。おやすみなさい、石川さん。おやすみなさい。明日図書館に資格の本探しに行こうかな。なんだか久しぶりじゃない？4人揃って食事するの。確かにそうだね。ごめんね、家にいないこと多くて。大丈夫だよ、お兄ちゃんいろいろやってくれるし。そっか。あ、リオドレッシング取ってくれる？はい。ありがとう。リオ、ん？今日はこっちに泊まるのか？いや、マンションに戻る。そうか。相変わらずだね、あの二人。本当にね。母さん、後片付け俺やるよ。出張帰りで疲れてるだろ。あら、いいのよ、たまには私にやらせて。食洗機の使い方覚えてんの？リオに聞く。だとは思った。じゃあよろしく、ありがとう。ねえ、最近はリオとイチカちゃんどんな感じ？出会った時よりは進展があったと思うんだけど。進展ってどんな？バレンタインにプレゼントもらったり、ホワイトデーにデートしたりとか。それ本当にリオの話？ういういすぎてむしろ怖いわ、お母さん。気持ちはわかる。冷静に考えるとびっくりだよね。あんたから聞いた時驚いたもの。だよね、あのお兄ちゃんが私の友達に片思いなんてね。リオ、どういうことだそれは。よ、ちょっと待て。何？お前リオの友達にまで手を出したのか。相手はまだ高校生だぞ。は？手出したって、その言い方なんだよ。事実なのか。そこまで分別がない奴だ。